クロードは書きかけの経典を見つけた。書き上げれば怨霊を退ける力を持つ。血の跡が真っ白な雪を濁ったような黒に変えて集落の外へと続く。血の跡は窓へと続いている。何者かが命からがら逃げたのか。
男のムクロが握っていたものは血濡れの経典。奇妙な印が記されている。クロードはこの印の意味を見出そうと思案を巡らせた。どうやら印は怨霊とつながりがあるようだ。不意に遠くから猛虎の万兵が近づいてくる音が聞こえた。クロードが見ている前で侍の怨霊が霧の中から現れ猛虎兵に襲いかかる。
蒙古兵の骸からスクバタール隊の証を見つけた。クロードは真相に近づいている。スクバタールは同胞の兵や友を生贄にして飼料兵の数を少しずつ増やしているのだ。飼料兵はいかに粗骨であろうとスクバタールの下地に従い、恐れを感じることも逃げ出すこともない。クロードは果たしてスクバタールの税に追いついた。囚われた哀れな魂を解き放つべく炎を上げる村へと進む。まるでこの世を呪うような声にならぬ苦しみが霧に覆い隠された家から漏れている。クロードはある一家の骸を見つけた。焼け焦げて顔すらわからない。
丘の上に立つ家から人の悲鳴がこだましている。むごたらしい村のありさまにクロードは憤った。怨霊を打ち払うと霧はゆっくりと晴れていった。
罪のない民が無残に殺されている。その顔は恐怖に歪んでいた。屋敷を包んでいた霧が少しずつ消えていく。誰かが船着き場で経を読んでいるのだろうか。霧の中に深く響いている。ある村人は畜生のように殺され、網の中でただ腐るのを待っていた。船着き場を覆っていた霧はゆっくりと川下に消えていった。にわかにスクバタールの声が村中に響き渡った。来いクロードよ。お前を斬って戒めとしてその首を獄門に晒してくれよ。クロードでさえこの俺にかなわなかったと思い知るだろう。力強い足音が迫る。クロードは戦いに備えて太刀を抜いた。
わかにスクバタールの声が村中に響き渡った。来いクロードよ。お前を斬って戒めとしてその首を獄門にさらしてくれよ。クロードでさえこの俺にかなわなかったと思い知るだろう。力強い足音が迫る。クロードは戦いに備えて太刀を抜いた。スクバタールの声が村中に響き渡った。来いクロードよ。お前を斬って戒めとしてその首を獄門にさらしてくれよ。クロードでさえこの俺にかなわなかったと思い知るだろう。力強い足音が迫る。クロードは戦いに備えて太刀を抜いた。
治療兵の助けを借りてスクバタールは逃げた。クロードは焼き尽くされた村を後にする。スクバタールを打ち倒し、他の民に同じ苦しみを味わわせることを誓って。クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。どの伝説をお聞きになりますかな。始めましょう。多くの資料兵はクロードによって倒されたが、さらに多くの兵が猛虎の船に乗り込み、対馬辛奪を巡らしていたのだった。クロードは水軍の一つを奪い取り、それを弾みにスクバタール勢を滅ぼさんとする。
猛虎の船乗りを打ち倒し、クロードは船を沖へと走らせる。案ずるな、今助ける。クロードに船頭はいらない。海の神が船を進めるからだ。沖津風が帆をはらませ、ハヤテのごとくスクバタールの水軍へと走らせる。檻の中には殺されたばかりであろうムクロがある。その者たちの魂が悲しげに灯籠に照らされていた。ただの空耳だろ。今のは最後の敵を倒すと、近くの檻から悲鳴にも似た声が聞こえた。檻の上で哀れな魂は霧の中に消えた。するとクロードを足止めしようと別の船が追いついた。クロードめがけて容赦なく火の山雨を降らせる。船に押し入る。人の影が見えぬ甲板には灯籠だけが怪しく揺れていた。しかし目を凝らすと霧の中に資料兵が潜んでいる。
静けさが戻った。クロードに戦いを挑む資料兵はもういないようだ。クロードは己の船に戻り先を急いだ。クロードが目指すのは残る資料兵の水軍、そして隊長スクバター。クロードよ、ここでは逃げも隠れもできまいぞ。海とは情けなど通用せぬ場だ。さあ我が自慢の。クロードが降り立ったのは海賊たちの隠れ家。近辺の海賊たちがスクバタールに仕えるためこの地に集まっていた。スクバタールが対馬を制した暁には金銀財宝と住処を約束したのだ。船着き場の先には水中の岩に乗り上げた船の墓場があった。船の上にはスクバタールに操られた猛虎、浪人、族の資料兵が待ち構えている。成仏し、スクバタール勢の力が弱まる。ここで休め。資料兵を全て撃ち倒した。
浪人の飛行兵は風と共に消えていった。釣られていた狩猟兵は成仏し、対馬から離れていく。クロードは勝利の喜びをかみしめたが、イオとの決戦が迫っていることは明らかであった。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。